はい、タチャハオ。こんにちは、シャンメイです。本日は脱出ゲーム、キサラギ駅。おそらく本日で最終回になるかと思いますが、やっていきますかね。戦闘開始をしたら多分、ちゃんと戦闘が始まるのでは？あ、やっぱり。タップゲームだ。こういう感じの。わあ、ファ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 。あぶね。え？で？無理だよ無理だよ無理だよ、うこう、あ、なんとかなった。あのね、2本指でいった。2本指でぐちゃぐちゃにタップしてた。想像以上だ、鈴子。せいぜいあがけ。どこまで逃げようと必ず、え捕まってやる。この決め台詞でミスはちょっときついぞ。捕まえてやる。何としても必ずだ、鈴子。君は私のものだ。魂が欲しいだけなのか？ん？ ルールが分かんない。なんかルールあるのかな。じゃあここしかない。こうこう違う、こうこうこう、覚えゲーかな。こう、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 違う。こう、どう。これで場所移動もある。場所移動はない。ん？どの角度もおかしい気がする。違うのか。でもこっちはなんか合ってる気がする。こうかな。これはこう、こうか。お、開いたぞ。開いたけど合ってる？えい。ついに共同から出てきたね、サネシ。カカシはただ手を握っただけで、青葉サネシは倒れた。その体の中から、ピリピリと破裂の音が響いた。ちょっと待ってね、バッテリーがやばい。ちょっとこんなところで充電。申し訳ない。バリバリととかの方がいいかな。バリバリと破裂の音が響いた。な、これは。いや、そういうことか。貴様は最初から鈴子を利用していたんだな、彦泉。あ、そうなんだ。カカシは覆面を外した。茶番は終わりだ。ふふふ、ははははは。
私は探し求め続けてきた。願いを命までこの如月駅に捧げた。それでも私の罪は許されない。永遠の命を手に入れん。手に入れられない。永遠の命は君が思っているような素敵なものではない、サネシ。はぁ。諦めると約束してくれるなら、元の世界に戻してもいいんだけど。うん。貴様のような何百年も生きてきた老いぼれが、私たちのような凡人のことをわかるものか。私はこの如月駅という願望機を、永遠の命を叶える。そしてその時は、私が如月駅の新しい所有者になる。命知らずね。その笑い声がまだ続いている途中で、一つの雷が青葉サネシの体に降り注いだ。降り注いだのに一つとは。うん、まあいいや。そして彦井民は軽く手を振って、青葉サネシは跡形もなく消えた。まあいけない。そろそろ開店の時間です。急がなければ。待って、また知らない場所までついて行かせるつもりか。青葉を見つければ、光は助かるっていうのは嘘だな。あいつはただの永遠の命を手に入れるために人体実験をするクズだ。そうですね。私がついた嘘はこれだけじゃないんですよ。聞きたいんですか？え？自分と光が、あなたと光が、この駅で出会ったことは偶然だと思っていますか？あなたが誰もいない電車の中で目覚めた理由は何だと思いますか？そして何より、この如月駅に来た理由は何だと思いますか？これは原因の方がいいかな。原因は何だと思いますか？それはまさか。光は最初からあの駅で私を待っていたの。ご想像にお任せします。私が言いたいことは、この如月駅では万能薬なんてものは存在しません。仮にあるとしても、決して光の病気を治すことはできません。なぜなら、彼はこの世界の人間ではないのですから。生前もそうですし、死後はなおさら、如月駅にとって彼はただの旅人です。そんな。この前も言ったように、この駅のバスは限られているものしか。パスかな？この駅のパスは、多分パスのことだと思う。限られているものしか手に入れられません。願いを叶えなかったもの、執念が深いもの、誰かのために死ぬもの。では、光はどっちだと思います？あ、後半の人だったのか、誰かのためにってことか。それは、万能薬への執念があるから。呆れますね。光も一体、何を考えているのでしょうか。君のような人のために命を捨てるとは。どっちもですよ。叶えなかった願いもあれば、叶わなかった願いもあれば、何かに対する執念もあります。そしてもちろん、誰かのために死ぬことも。光は私を助けたから、それで私のために死ななければいけないというの。そうですよ。電車に飛び込んだ時は、光はすぐそばにいましたから。彼は
君を助けることができましたが、彼自身はホームに帰る時間はなかったのです。今頃、現実の中の君はまだ病院の集中治療室で意識を失っています。それでも光は君に生きてほしいと願っています。それが光の執念と願い。彼は君が現実に立ち向かう勇気を取り戻せると願いました。取り戻すことを願いました。だから私はここで光と出会った。光か。後悔する時間はくれるけど、やり直せる機会は与えてくれない。キサダギ駅はこういう場所なんです。光、光。そういうことなんだ。私のせいだ。いやー、しらじゃーし、私の何がわかってるの。希望を諦めるな。生きろ。なぜこんなことを。もううんざりだ。この世界が嫌いだ。憎い。死ね。なぜこんなことを。嘘つき。希望を諦めるな。生きろ。恐れるな。憎むな。君のせいじゃない。恐れるな。憎むな。生きろ。希望を諦めるな。あ、タップすればいいのか。もういいんだ。君のせいじゃない。生きろ。あ、ここは。今ね、手のとこタップしたんだけど、正解だったか？大丈夫だったか？助かった。で、合ってる？ここで完了ということで。というわけで、まあ、ちょっと最終話かなり短めです。ございましたけど、ちょっとね、前回がどこまで続くかわかんなかったから。いや、でも、なかなか良かったね。とりあえず、ヒロインとヒーローの方は助かったということでよろしいのか。でも、彦泉さんあんなに頑なに、なんか、ヒカルは助からないっつってたのにね。時間は戻してくれるのかな？後悔する時間だけが与えられる場所って言ってたけど、時間が戻ってたから、この行動次第で違う結果が得られたっていうことでよかったのかな？と思いますが。いやでもなんか、ちょっと、なるとかはどうなったのかなっていうのはすごい気になっておりますが、新作欲しいですね。ちょっと日本語がね、ちょっと若干ローカライズが不安な感じはありましたけれども、ローカライズもうちょっとしっかり入れてくれたら、もっと入り込めるかなっていう感じですね。あとやっぱお手水がお手洗いになってるのだけはすごく気になりましたね。よりによってっていう感じで。あ、で、更新してほしいプレイヤーはね、1万人を超えていらっしゃいますのでね。私もこの後ちょっとフィードバックをしていきたいかと思います。いやでもなんかキャラクターイラストですけど、結構好きかな。まあ、ひょっとして AI イラストかもしれないですけども、まあこういうゲームに使う分にはね、全然、いや、これで誰かが
イラスト描いて出しちゃったら申し訳ないですけど。いや、でも結構イラスト的には好きな感じです。というわけで、ご覧いただきありがとうございました。いや、でも鈴子の過去とか、割と、ちょっと虐待に近いような感じだったし、かわいそうだったね。あと、ご両親のことだけど、結局出てきてないんだよね。親戚のおじさんおばさんに引き取られてっていう話で、まあそこはいいんだけど、お父さんお母さん別に亡くなったわけではなさそう。いやでも次々と不幸が来たみたいなこと言ってたから、そこで亡くなってんのかな？ちょっとその辺が掘り下げられてなくてわかんないんですけども、まあそんなわけでね。もうちょっと全体的にいろんな面を掘り下げようと思ったらいける感じがしますね。あと、個人的にはですね、なるさんですね。ヒカルの妹になるのかな？なるさんの方のストーリーも欲しいです。なるさんで一本作れるんじゃないでしょうか。なるさんはなるさんできっとね、何かしら事情があって来てるんだと思うんだよね。キサラゲ駅に。もうでも正直2章はいいか。3章以降はもう全く駅じゃなかったっていうのはちょっと気になりましたけど。まあそんなわけで。今作はここで完了です。というわけでご覧いただきありがとうございました。また他の配信でお会いしましょう。失礼します。